はい、皆さん毎度毎度、ワンレンでもセニング入れまくったらレイヤー入っているように見えますよね。まあワックスかなんかつけちゃえばね。ただスカスカでバサバサですが、だってヘアバームでしょ、ヘアバーム。最近段入れてほしいっていうと、そうやって仕上げる技術者が多いですよね。まあ簡単だからね。入れてもらったらバサ作ってお客さんが他店からよく来ます。段入れるように見えるくらいスカスカに仕上げてあります。藤井先生を教えた先生はかなりベテランなんだろうね。レイヤーって言わずに段っていうのね。我々も段カットってんでね、話通じるからね。段を入れる、レイヤーを入れる、まあブランドで切ることを言うんだけど、チョップカットとかスライドカットに比べたらやっぱブランドカットってのはちょっと敷居が高いよね。ちょっと難しいっていうか神経使うよね。ブツッと切るわけだから逃げ場がないからね。だからレイヤーカットに慣れてたらね、まずすくのもね、結構毛先すくのも大変だからね。まず段カットにしてくれ、レイヤーカットにしてくれって言ったら、まずレイヤーを入れてから、まあ、それからのんびりすいた方が簡単に髪の毛は減るよね。だからレイヤーを入れてないですくとさ、どんなにすいてもさ、毛先がさ薄くならねえっつうの。あ、でもドライカットね、それはね。ウエットカットだったらそうでもねえか。このレイヤーもね、何の目的に入れるかね。ウルフ調にしたくてレイヤー入れるのかね。仲間由紀恵みたいにね、スーッと薄くしたくてレイヤーにしたいのかね。仲間由紀恵って言ってもトリックの時の仲間由紀恵ね、かなり若い時のね。でうちのお兄さんがこの間ね、スライドカットでレイヤー入れてったんだよ、後ろ。だから仕上がり感がね、仲間由紀恵でも短いから結構重く見えるんだよね。だけどウルフ調のレイヤーじゃなくて、どちらかと言われたらね、仲間由紀恵調のまあレイヤーの入れ方なんだよね。まあ、自然に毛先に行くに従って少なくなってるようなね。だから段を入れたように見えるぐらいスカスカにはなってなかったけど、この薄くするっていうの、ね、吉田洋みたいな、なんだかカットね、昨日しばらく見てたんだけど、頭ずっとどうやって切ってやるのかなと思ってね。なんか見てもね見てもね、解析できないね。なかなかね、耳の後ろあたりがワンレンで切られてんだよね。でもぐらいの長さの方が来てね、もっと耳の後ろ薄く薄くって言うんだけど、当然最初にレイヤー少し入れるんだよね。でレイヤー入れてからすいていくんだけど、セニングその時持ってるじゃない。でセニング持ってちょっとすくじゃない。でまだ熱いって言われたらまたセニング使うじゃない。そんでお客様に聞くすと、まだ熱いセニング熱いセニングつんで、そこら辺でその手前でレイヤーカット段カット入れ直せよって、セニングを置いてね、シザー持ち帰れよって。これがなんかね、この仕事の流れでね、なかなかハサミ持ち帰らんないんで、結局セニングでインチキスライドセニングかなんかやってね。だったら最初からシザーでスライドくれちまった方が早いんだよね。これさ、カエルを水の中に入れて、その水を徐々に温めていくと、逃げ出すタイミングを失って湯立っちまうっつうんだよね。それと一緒だよ。あ、すいません。はい、お疲れ様。